名探偵の格言に意外な人物こそ怪しいという言葉があるにゃ。名探偵はどんな小さな疑いも見逃さんにゃ。それはどうかにゃ。例えば実は僕の自作自演だったという事実、名探偵くんたちに見破れるかい？ないにゃ。どう考えても絶対ないにゃ。そんな意味にゃーことする動機がなさすぎにゃ。みゃーもそう思うにゃ。じゃあなんで容疑者にしたにゃ。名探偵は私情を挟まず全員を容疑者として見るにゃ。ついやりすぎてしまった。まあいいでしょう。己の不幸を呪うがいい。変な薬落ちてたから入れちゃった。美味しくなるかなって。まあ確かに薬を盛るのにはうってつけではあるけどにゃ。動機がなさそうな連中に無理に動機を作らなくていいにゃ。まあ竜たちが犯人だったらミアたち人間不信になりそうにゃ。だったら無駄な推理するんじゃないにゃ。けどだいぶ容疑者も絞られたんじゃないかい。あれ、ヘルメス様まだいたにゃ。君たちの推理の様子が面白くてね、いろんな意味で目が離せなくなってたのさ。にゃふふん、ヘルメス様も名探偵にぞっこんにゃ。俺が家主のガネーシャだ。二人の権利は晴らしてやったにゃ。ミャーに感謝するがいいにゃ。ありがとう、アーニャちゃん。まあ、ガネーシャ様は疑われること自体が迷惑な話にゃ。ガネーシャ様、いないっすか？ロキからことづてを。にゃにゃ、おみゃ、重要参考人にゃ。なんでこの人たちがガネーシャファミリアに。やはり聞き込み、裏取りは重要にゃ。何の因果関係もないにゃ。自分は派閥の用事で来ただけっす。にゃあ、待つにゃ。もう逃がさんにゃ。おとなしく洗いざらい吐くにゃ。知らないっす。自分は何も。強情なやつにゃ。けどそれもいいにゃ。え？強情であればあるほど吐かせる楽しみが増えるからね。